おはようございます。時刻は午前の10時半ぐらいです。ちょうど10時半ぐらいです。次の駅は留萌本線ですね。のこれ読めますか？難読駅名の一つですけども、こちら北一庵に来てます。北一庵ですね。これ駅舎なんですけれども、ただ駅の周りはですね、農家があって、もうすでに刈り取られてしまいましたね。10月なので、刈り取られてしまって、本当は水田がね あるんですけども、もうすでに稲が刈り取られてしまって、遠くにちょっと国道かな見えるんですけど、車がねたまに通る国道がある感じで、これが駅舎ですね。それでは入っていきましょう。ちょっと雨が激しい、そして今日寒くて気温がね低いので、ちょっと手が震えてですね、かなりちょっと手ぶれがひどいかもしれないので、あとでちょっと手ぶれ補正かけておきますけど、雨がひどいっすね。入りましょうか、駅の中。よいしょ。でっけえな、この雲。うわ、すげえ、なんだこいつ。でっけえな。なんだこれ。雨濡れないからいいけど。よし、駅の中入りましたね。よいしょ。ちょっと開けときますね。ちょっと傘持ってるんで。すいません。後で閉めます。味わおう、この街の冬ということで、キリンビールの CM がどうやら北一園、深川市、北一園駅でやったようですね。ここ、深川市なんですね。一安村じゃなくて、深川市なんでしょうかね。平成の大合併で、深川市になったんでしょうか。で、まあ、駅ノートもあって、電話がありますね。大きい石は犯罪です。その通り。で、ここ中にね、僕の荷物あるけど気にしないでください。まあ、駅の待合室こんな感じで、まあ、駅ね、しようと思えば、まあ、できる。まあ、そんなに卑怯感はないので、まあ、危なげなく駅ねできそうな感じですけど。北一庵にいますね。北一庵ですね。留萌まで1290円。深川250円、隣なのでね。深川250円。で、深川の隣にも難読駅名、モセウシがありますね。モセウシ340円。旭川750円ということで。留萌方面がね、朝一のね、留萌、始発がね、ないですね。なんで、8時9分が最初なんで、1、2、3、4、5、6、7本。で、5時44分発ですかね、あれ確かね、留萌方面の電車がないということですね。なんで朝8時9分が始発になってますね、この駅は。で、深川方面が1、2、3、4、5、6、7、8、9本ということで、まあ2時間に1本ぐらい来ます。で、今10時半なんでね、10時22分のね、深川行きで来たので、まあ50分ぐらい、滞在すればいいですね。ここの駅ね。で、ちょっと探索しようかと思ったんですけど、水田自体になると、雨が激しいので、ちょっとここに待機。出かけないで、おとなしくしてようと思います。よいしょ、駅の方見てみっか。あ、傘が邪魔。ほんとついてねえな。こんな土砂降りで。どうもね、この前の夏来た時の留萌本線もそうだったんですけど、留萌本線はほんと天候に恵まれなくて、まあ駅舎通らなくてもね、さっきのところからね、行けるんですけど、まあ民家もありますね。いや、ほんとね、留萌本線、天候に恵まれなくてね、どうもなんか、運が悪いんですね。石北本線と留萌本線探検すると、僕絶対雨に当たるんですよね。今んとこね、石北本線と留萌本線探検すると全部雨ですね。もう雨の確率 100% です。こっち留萌方面ですね。で、こっち深川方面ということで、深川からまあ、旭川行ったり札幌行ったりすることできる。こっち深川方面ということで、こっちも、まあ、畑ばっかりで、畑の中に、もう水田か、それ。なんか、ちょっと水田ですね。駅があるみたいな感じですね。なんだろう。札所線の駅みたいな感じですよね。農村の真ん中に駅がある。水田の真ん中に駅があるみたいな。で、北一庵ということで、左特急止まりますね。ライラックとかカムイ止まる深川。で、右がチップ別ですね。
で、逆から見た駅舎はこういう感じで。はい。以上ですね。北一安駅でございました。